今週はですね、一般の方々というよりも、芸能人の方々が、果たして相性が合うかどうかという一つ話題をですね、そっちに振って、お話をさせていただきました。やはりこう離婚された例もそうですし、うまくいっているという例もあります。また今後どうなっていくかなということも、私自身もすごく気上がりで、お話をさせていただきました。やはり長く続いておられる方って比較的、いい方と結婚なさっているという形がありましたね。それを、風水的な相性を見ていただいたかどうかっていうのはちょっと分からないですけど、やはりその周りから見てもこの人たちうまくいきそうだなというのが機運として感じられます。一番いいのはやはりしっかりした鑑定を受けていただくっていうのがいいんですが、なかなか難しいのは好きになっちゃったその後にっていうのは難しいですね。ですから本当でしたら、こういう人がいいよっていうのは念頭に置いてお付き合いされると一番良いかと思います。